全てをなくしたムステインがたどり着いた町、ムーガフンガ。この町はなぜか居心地がいい。町の空気は肌に合い、人々は温かく彼に接する。そう、全てを捨て、この町で一生を終わらせてもいいと思ってしまうこと。こんにちは、ムステインおじさん。今日はおじいちゃんと一緒なんだ。おじいちゃんがね、ギターを買ってくれたんだよ。え、ムステインさん、ギター弾けるの？すごい、弾いて弾いて。ムステインはギターを弾くのが辛かった。ギターを弾けば悪いことばかりを思い出す。子供にはギターの才能があった。聞けば子供の父親もギタリストで、幼い頃から耳元で音楽が鳴っていたという。ムステインは子供の才能にも惹かれ、だんだんと自分がギターを弾く喜びを取り戻していくのを実感した。ムステインさん、すごい、すごいよ。おじいちゃん、聞いて聞いて。教えてくれるよね、ムステインさん。
この街にもすっかり慣れ、夜もぐっすり眠れるようになったムステイン。しかしある晩、それは突然訪れた。チルだ。ムスティンのやつすっかり街に居座っていやがる。そろそろいいんじゃないかな。まだまだじゃ。やつにはエンジェルがついておる。やつをもっと骨抜きにしてムーガフーガに居座らせるようにするのじゃ。そうすればエンジェルの声はムステインには届かなくなる。なるほど。その後ゆっくりムステインを料理すればいい。ムステインさん、ムステインさん、この町に、この町にとどまってはダメよ。あなたはあなたの歩むべき人生があるわ。苦しくても辛くても自分と向き合って。そして夜は奴らに会ってはダメ。夜は奴らは力を増すわ。決して夜は誰にも会わずに。夜は私のパワーも弱まる。早く自分を取り戻してムステイン。そして夜はドアを開けてはダメ。Mr. Dave Mustaine。 なんだこんな時間に。誰なんだ。ムスティンさん、ムスティンさん。わかりましたから。ムスティンさん、今すぐ行きますから。こんな夜中にどちらさんですか。いや、何、昼間あんたのギターを聴いてな。ああ、昼間のおじいさんですか。胸が踊ったんじゃ。ああ、それはどうも。突然話もしたくなったし、ドアを開けてはくれぬかの。酒も持ってきたんじゃ。どうかじじいと話でもしてくれぬかの。いや、夜も遅いし、第一お酒やめたんですよ。まあそう言わずに、ムステイさん、ムステイさん、帰ってください。まあ、本当にドアを開けてくれなさい。とびきりの酒じゃ。帰ってください。今日は一緒に飲みましょうじゃ。お酒はやめたんですよ。お願いですから帰ってください。今日はドアを開けてください。頭が痛くなってきた。頭が、ムステインさん、頭が痛い。ドアを、帰ってください。ドアを開けてください。帰ってください。ムステインさん、頭が痛い。ムステイン、頭が痛い。ムステイン、頭が痛い。あなたの歩むべき人生があるわ。ドアを開けてはダメ。開けるんだ、ムステ